翡翠小太郎の名言ラジオセラピー。翡翠小太郎です。こんにちは、伊藤直子です。今週もよろしくお願いします。先週はね、ゆうゆうを呼んできちゃいました、はい、在日宇宙人ゆうゆうです、はい、よろしくお願いします。お願いします。ビーガンのね、食の話とか、はい、なんか先週はすごくこう穏やかな収録でしたね、はい、でこのやっぱね、在日宇宙人が、ね、いらっしゃるという時はやっぱこの人を避けては通れないということで、こちらもちょっと来日していただきました。りょうさん、こんにちは。よろしくお願いします。無事に入国審査を経てですね大丈夫ですか、来ることができました。2週間 の、はい、隔離を経て2000年ぐらい隔離されて本当久しぶりですよね、りょうさん。なんかズームの中ではなんか何回かね、小沢りょうの会 あったんですけど、終わる3分前ぐらいに直ちゃんが来てくれましてりょうさんはどんな生活を送ってるんですか。いや、何の変わりもないステイホームしてる。そうですね、もう、隔離生活を隔離生活を。もともと浮世からは離れてましたからねなんかブームあるんですか。なんかブームですか。愛の不時着見まくってるとかなんかあるんですかそれ誰の話いや最近ね、桜庭さんの回出たらとにかく愛の不時着を見なさいとみんなに言われて、桜庭さんそれがブームなんだねいや桜庭さんのファンの人たち、あ、そうなんだ、見てない。桜庭さんのファンの人たちからね、いやさ、夢を叶える学校のね、武田陽子さんも、もう課題映画としてね、課題ドラマとしておすすめしてた、とにかく愛の不時着を見なさい。こじこじだよね、ゆうゆう。そうですね愛のね、ゆうゆうはあれですか、地球に来た時は、はい、やっぱり愛の不時着で来たんですか。そういう感じで。そういう感じじゃないかも。あ、違うんですか。愛の不時着はね、パラグライダーだから使うからね。パラグライダーで北朝鮮に不時着して、北朝鮮の軍人と韓国のね、女性が禁断の恋っていう。結構社会派かと思ったら、そういう愛もつれ合う感じ。久しぶりに伊勢さん会ったら、なんかすごい今の愛の不時着の話の時、めっちゃ生き生きしてます。実はですね、僕もうみんなが見ろっていうので、ね、実は今日も朝まで見てましたです。やだ、5話まで見ちゃってるっていう。5話まで見ちゃった直後なんですね、そうなんだ私まだ愛の不時着は見てない。やっと逃げ恥が終わって、私の中で今頃、愛の不時着は今1時間は語れますねじゃあ見ときますね、次回までにね。見てないんですよね、りょうさんは。僕は、隔離生活だから、そうだよね、はい、そのなんかハマってるのないんですか、これ最近これハマってる。ハマってる、そうですね、最近ハマってるのはやっぱりあれかな、ゆうゆうがいかに翡翠さんからね嫌われてるそう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 、そこを急に追跡するのにハマってます。ゆうゆうは過去の収録から、はい、僕に嫌われてるっていうふうに感じたわけですよね。じゃあなんかそんなことない、どうですか。いや僕はその意識し嫌ったっていう意識したはことないですね。嫌われてるっていうまではいかないんですけど、なんか好意を持たれてないなんかもっとお話ししたいなみたいな。ああそうですか、ありがとうございます、ねなんかこれ何なのこれこの新潟の人ってやっぱり最初はシャイじゃないですか。 あんまりそんなに新潟そんなにすぐには打ち解けないですよ。しかも最初じゃないでしょ、はい、最初じゃないでしょ、もうすでに3回目。そうですよ、3回目じゃないですか。3回目はまだまだ打ち解けないですよ。言って僕も結構な人見知りなんで。そうでしょ、そうです、そうですよね、僕も結構人見知りですからね、だいたい打ち解けるのに29回ぐらいかかりますよね。29回。そっか、じゃあまあ、ゆうゆうもでも新潟の血が入ってるんでしょ。まあ、父親は、お母さんはどこの人ですか。母はもうこ、まあ、横浜と新潟の。そうですね、じゃあ新潟からお父さんがパラグライダーで来て、それで佐渡横浜に不時着して不時着して、佐渡で不時着
サドルを磁石すると結構大変ですよ、うん、原生林があるからね、うん、あそこは、うん、そうだったんだ。サドいいとこですね。でもね、懐かしいな。まあでも翡翠さんに嫌われてるかも説って結構なんか嫌ってるとまでは言わないけど、はい、翡翠さん楽しんでくれたかなとか、うん、あのね、うん、確かに僕表情に出にくいからあのよくそういうの言われますね。そうですよね、写真撮るときも目開けててもね、うん、あの目開いてくださいっていうあれが出るぐらいですもんね。りょうさんもでしょ。あ、僕、うん、あ、そうですね、あの新潟県民はしょうがないんですよね。目が開かない、うん、なんかでも私そのすごいしじみみたいにさ一生懸命目開けてるりょうさんとかパチッてなんか眠いよって言ってなんかモグラみたいな顔してるときあるじゃないですか、たまにお目目がなんか今日はなんか比較的りょうさんパチッと開いてるからなんかあテニスでもしてきたのかなって。もうそうですね、あのよしみちゃんに二日酔い疑惑をかけられるぐらい。そうそうそう、はい、帰ってくるなりね、呼気が呼気に異常あり、はい、お酒飲んできたっていうね、あのお酒臭いわよあなたって言われてましたね、はい、もう入ってくるなり隔離されそうになりましたね本当に。いや、あのゆいはね、のいろんなお店に行って、りょうさん、あの、食がね、そうそう、食べ歩きが好きで、そこから食の、うん、そう、そうなんですね、うん、そうです、まあベジタリアンなんですけど、はい、そういうお料理が食べれるお店は、まあ、前、ちょっと前まで、うん、お仕事でもやってたんですけど、はい、はい、なので結構詳しいので、なんかさ、ゆいゆが、はい、そのセレクトするお店に、はい、あのみんなで行って、はい、宇宙人的トークをする会とか、はい、定期的にやるといいんじゃないかな。あ、そうですね、お店、美味しいお店と、うんうん、ね、美味しいお店かける宇宙人、はい、結構いますからね、そのベジ系のお店だと、うんうんうん、もうオーナーさんの宇宙人とか、ベジ系のお店は宇宙人多いですね。宇宙人はベジタリアンなんですか、みんな。そうとは限らない。でもそうですね、多いと思います。多いんですね。例えばそのアミも、うんうんうん、まあ、ベジタリアンですし、アミちゃんもそうなんです。あの誰ですかアミちゃんっていう全く疑問。可愛いですよねアミちゃんって誰ですかっていう人、あのすいません、そういう本があるので検索してください、宇宙人アミで。でもね、僕宇宙人アミとはね、うん、会ったことあるんですよ。え本当？うん、本当に。え、どこでですか？神楽坂で。嘘。神楽坂。宇宙人見てか、おしゃれ。神楽坂で。なんでそんな趣のあるとこにいるんですか？神楽坂でね、うん、長谷倉美幸さんっていうね、うんうん、在日宇宙人という言われてるね、まあ、画家でありアーティストであり、その宇宙的感性を持っていらっしゃる方とね、一緒に起きることは全部丸っていう本をね、はい、作ってる時に僕はちょうどその龍馬の話を書いていたので、うんうん、まあ、もう出ましたけどね、うん、人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方っていう、ラスガツね、ラスガツ取り訳されてる、うん、まあ、5年6年かけて作ってたので制作期間が長かったんですね、うん、でその間にその長谷倉さんって結構降りてくる人なので、うん、僕はその龍馬を降ろせないかなっていう話をしたんですね、うんうんうん、でその龍馬が降りてきたんですよ、長谷倉さんが下ろしてくれたんですよ。え、どこに？あの長谷倉さんを通して、体を通してね、うん、まあ霊媒現象的なね、うん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 、で龍馬が降りてきて、で僕はお前はごちゃごちゃ考えすぎなんだって言って、脳みそに霊的なピストルで頭蓋骨打ち抜かれたんですよお前はもうすごい迫力で、もう長谷倉さん目つきが変わっちゃってね、うん、もうすごいその龍馬的な迫力になっちゃって急にね、うん、で脳打ち抜かれたんですよ、打ち抜かれてなんかやってますけど聞いてね龍さんちゃんとでその霊的なピストルで、うん、あの頭眉間を打ち抜かれたんですよ、はあ、で空洞ができちゃったらしいんですよ僕の眉間に、霊的なね、空洞ができて、その、まあ、僕は龍馬に説教されたんですね、そんなごちゃごちゃ考えてすぎだみたいなこと言って、長谷倉さんに急に叱られて、でその僕は呆然としてたら、おいどっちたんだよって言って来たんですよ、鬼太郎のお父さんですかこれ来たんだよって言って眉間がスースーしてるじゃないか、どうしたんだよって言って、なんかスースーしてるからここに花束差しとくねって言って、バイバイって言って急に現れた宇宙、急にキャラが変わったんですよ、長谷倉さんが。鬼太郎のお父さんじゃないですよね
もう僕も唖然としてお話しちゃったんだ。今の誰だったんですかって聞いたら宇宙人アミみたいだねって言って、ね、長谷川さん宇宙人アミが翡翠さん助けにね、うん、あの龍馬に撃たれちゃったからそこにねお花を池にねあの助けに来てくれた。いい人じゃん宇宙人アミ。いやめちゃめちゃ、うん、こういう声でした、うん、人どうしたんだよ本当ですか。えでも龍馬も打つことないじゃんねあんたの本書こうと思ってんだから、ね、それはアミちゃんが優しく花を生けてくれたんだ。アミちゃんが、ね、優しく花を生けてくれた。これがアミちゃんの波動かっていうのは、ね、リアルに感じたことありますよ。だからえ今お花刺さって刺さってんですか今も。いや今はもう刺さってる見える人が見たら、いやいや見えるちょっと見える人が見たら、うん、あ赤い花が眉間に刺さってあのゆうゆうは鼻刺さってるよねでもね絶対鼻のかんざしみたいななんかこううんかぶってる感じがする確かに。そうですか、うんうん、鼻かんざし鼻かんざしはあで亜美ちゃんが会ったことがあるというのはそういうことなのね。そうですね、うん、でなんで宇宙人亜美の話になったんだっけ。なんだっけもう私の中にはあの翡翠さんの頭にお花が刺さってて、ね、なんかあのねそこでお風呂に入ってるなんかスースーしてるじゃないかって言ってたよ、うん、そこでお風呂に入ってるなんか北郎のお父さんしかもう私はなんか面白いね、うん、最高ですね宇宙人亜美の世界って。いやそんな世界じゃないですけどねちょっと初めてこれを聞いた人は翡翠さんの話を勘違いしてほしくない。ちょっともうあれですよ。いやこれ以上亜美をバカにするのはやめてほしい。翡翠さんのねあのお話もすごいあの可愛くて素敵だなと思いましたけど亜美も今絶版になっちゃっててもう買えない。もう1万円ぐらいするんですよ文庫本なので。本当そう文庫本なんだ。あれもう絶版になってたの。絶版なんですよね。あそうだったら持っときゃよかったな、ねね、そう僕前持ってたんだけど、はい、トイレに落っことしちゃってそれでしかもなんか乾いてからブックオフ出しちゃったんだよ。亜美ちゃんはバカにするからやめてほしい。でも多分そのブックオフに出したら今1万円とかで。うわーそっか。絶版がね復活した人がここにいますから絶版も、ね、あじゃあ絶版再出発っていうね亮さん。あそうですね亜美、うん、ちゃん再あの再最終なんだ最終版復刻決定ですね。そうだ亜美ちゃんの方に書けばいいじゃん降臨させしてもらって。ああもう一回、うん、もう一回また亜美ちゃん対談集翡翠さんがね頭にお花刺しながら下ろす本長谷倉さんにまた下ろしていただけるんですかね。あ俺は長谷倉さんはできるでしょうね、うん、何でもできますよ長谷倉さんできると思います。もう宇宙劇団一人って感じだから面白い長谷倉さん、ね、もう目もね変わるし。そうそうそう本当に本当に変わる、違う言葉も喋れるしね宇宙語ってやつだ。一緒にね高島さんと僕と成美さんと長谷倉さん4人で台湾旅行したんだね、はいはい、長谷倉さんがパワースポットで至る所にいろんな人になってますへえ、いろんな人に出会えるんですかパワースポット行くと。パワースポット行くとね、うん、やっぱりいろんな人が入ってくるのね。守ってるあの霊体の方たちがね長谷倉さんの体をお借りしていろんなメッセージやねんなんかその都度あのすごかったですよねそしたらね、ゆうゆうもしかしたらこじこじにも会えるかもしれない、ね、ずっとこじこじをねこうこれだけリスペクトしてるから会えると思うよ。さくらさんにもね、うん、お会いしたいですね。さくらさんね、さくらももこさん、さくらももこさんにはお会いしたことなかった。ないですね。あの仕事で取材に来たかったね。そうですね、うん、もうこじこじに出会った時はもうお空にあれだったんで。そうなんだね、うん。いやそうよ。だからあの何の話か思い出した。翡翠さんが、はい、そんな翡翠さんがねお花刺してるって言ってるけど、うん、ゆいを嫌ってるって話だよね。あそうそう嫌ってる。で新潟県人はって話したんだよね。そうそうそう、そうだね。やっぱりあの29回はかかるよねそうか、うん、じゃあ辛抱強く辛抱強く辛抱強く人生の中で嫌った人は神さんただ一人しかいないからそれもどうかと思いますけど爆弾発言だと思うんですけどそれはそれでまあ今は仲良しですよ、うんね、嫌い昔の話です、ね、嫌いな気持ちもね愛だからね、うん、愛ゆえのね、うん、そっちになんかもまとまっちゃったえ逆にゆうゆうは嫌いなとかそういうのないの。平和をの、ね、常に争い事はって言ってますけど、まあ、本当に平和がいいですけど、うん、なみんな仲良くしてたいんですけど、うん、そうじゃない感じになってくると、うん、どうなの。え
悲しくなる。悲しくそうだよね。仲良くしないと悲しくなるって。なんか仲良くしないと悲しくなるってね。なんか今キュンってした。キュンとするね。キュンとするね。みんな仲良くしてくれないと僕は悲しくなるって。素敵じゃないですか。ぜひ誠さんに言ってあげてほしいね。え、それはなぜですか。今なんかまた何かトラブルメーカー的なこと起きてますか。起きてますかじゃなくて、大概いつも何かいつも誰かとバトルしてますから、ね、それこそアミちゃんが降臨した方がいいよね。誠さんのおでこにね、争いはやめねって言ってね。りょうさんもでも全然争わない、競わない、比べない、争わない、キックアの法則、あれ、はい、そうなんですね、うんうん、だよアミ、うん、いや全然あの奥さんとしか争ってないです、ね、そうですね、争ってんだ、あのもう嫌いなんていっぱいありますけど、ね、そうなの、もちろんもちろん、はい、でも、まあ、嫌わないじゃないもんね、競わない、比べない、争わない、あ、そう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 、うん、キックアの法則ってのがあってね、はい、いろんな法則をお持ちなんだよ亮さんも、うん、宇宙の法則お持ちじゃないですか、ね、きっとあの 嫌いでもいいんだよっていうね、いいんだよって知ってる、いいんだよ、宇宙にはまだいいんだよはないですか、いいんだよのダンスとか、宇宙にはいいんだよってグリーンだよ。あ、グリーンだよ。その仲間です。うん、その仲間。あ、それが大事、そういう心が大事ってことですか。そういう、そう、歌ですね。歌とダンスが、はい、はい。あの、ゆうゆうの方面の宇宙にはまだ行ってないかな。あのね、陰でも陽でもって、陰陽の。陰だよね。そう。陰だよ、陰だよってたまにこの番組でも。陰だよか。うん、そうそうそう。どっちでもいいんだよ。理解が遅くて。大丈夫、それでいいんだよ。そうですね。はい。これをなんか明治神宮とかでこう参拝の後に、はい、もう豪快にこうねキレッキレにいいんだよ、うん、ダンスを踊ってらっしゃる、はい、宇宙人の中の宇宙人ですから、明治神宮で踊ってらっしゃるんですか。あの動画が衝撃的すぎた、これをお聞きの皆さん明日行っても踊ってませんから。そういう動画がどこかにある、あ、探します。うん、うん、でもりょうさん今ね宇宙人とか宇宙人の会とかおゆうゆうやったりとかして、着実にですねホスト高島亮その中にいるかもしれないっていう、なんかもう新しいんですよ、何でしたっけ、コズミックマザーとかで、コズミックマザコン、マザコンとかで新しいね宇宙語がいっぱい、コズミックマザコンってのはどういう、お天道様のことです、お天道様、お天道様のこと、お天道様はコズミックマザコンっていうんですか。お天道様はコズミックマザーですね。あ、マザーですね。で、何かちょっと不安なこととか、うん、ちょっと嫌なこととかあった時も、うんうんうん、大丈夫大丈夫、宇宙のお母ちゃん見てくれてるってすぐ思っちゃう自分を、まあ、コズミックマザコンって呼んでます。なるほど、明治の初期の頃ね、お天道様が見てるっていうのと、うんうんうん、あの同じ、現代はコズミックマザコンになってるっていう、かっこいいよね、うん、もうどんどん進化してるんだけど、でも本質は一つなんだなっていうね、うんうん、言葉は変われど、はい、宇宙人がいっぱい増えてるらしいです。増えてるっていうか、どうなんだろう、目覚めてるの、どういうこと、急に宇宙人になるわけじゃないでしょ。いつ頃から、物心ついた頃から宇宙人だったんですか。宇宙人っていう言葉は使ってなかったんですけど、ってことはもう元々ですね。でも結構もう小学校ぐらいの時から無理っぽいっていうのは、うん、あ、この地球がまず無理っぽい、無理、なんかもう自分多分人間じゃないなっていうのを、あ、小学校の時からうすうす思ってて、そういう人いた、やっぱりいないと思いますけど、あ、うん、うん、そうですね、大人になってからだいぶ会うようになった、まあ、そのなんでかっていうのまでは同じ人にはあんまり会わないですけど、うん、ただまあいろんなみんな理由が違って、うん、自分は人間じゃないなみたいな風に思ってる人、うん、でまあまあ、人間じゃないイコール宇宙人って、まあ、うん、言っちゃってるっていうか、うん、でまあ、そういう人には結構この 3,4 年仕事柄お会いすることはすごく多くて、結構多いんでしょ、多いです、ね、なんか今はスターチャイルドっていうの、そういうのスターシードとか、あとなんか、ね、スターシードだ、あとなんとかチルドレンと か、うんうんうん、なんかクリスタルとかレイムとか、あの時期によってね変わってくる、そうなんだ、コズミックマザーみたいな、レインボーなんとか、インディゴに始まり、インディゴクリスタルレインボーみたいなね、はいはい、そうでも、まあ、宇宙人っていう人には結構お会いしますね、うん、はい、あの魂はねいろんな可能性あるもんね、うんうんうん、リョウさんもそういう風にやっぱ生きづらく、僕ですか、うん、いや、あの生きづらさ感じたことないです。そうよね、そうだと思いますけれども僕はね、うん、周りは知らないよ、うん、キリッとした声で言わないでくださいよ。僕は違いますみたいな、周りは知らないよっていうのは周りの人が
僕のこと扱いづらいなとかやりづらいなと思っているかどうかは分からないっていう意味です、うん、でも量産的には特にない。あ、僕はそうですね、うんうん、生きづらいなとあんまり思ったことがないですね。水さんは？いや僕はいやすごいありましたね。前半戦はもう一人でやっぱりインド行くぐらいですからね、行きにくくてもうどうしていいかわからない結果一人旅でしたからね、インドのね。そうか、うん、やっぱみんな旅に出るんだな。そういう時期はすごく行きにくいっていうのは訳もわからない孤独感がありましたね、行きにくさのね、うん、もうね地球がそもそも旅してるみたいな感じで、うん、どこ行っても結局変わんないやって思っちゃった時もあったんですけど、うんうん、それはどういう時に感じるの？いや僕は、結構ちっちゃな時から、うん、男性でも女性でもないって自分は思っていたんですね、うんうん、男性でも女性でもないっていう思いが強かったのね。そうで、うん、こう小学校の高学年になると結構みんなが恋愛の話をするようになると、うんうん、でそうするとすごい孤独感がありまして、うんうん、あなんか今までみんな兄弟みたいに楽しく生活したのに突然空気が変わっちゃって、うん、そこでプツンとなってしまって、うん、でそのあたりから自分人間じゃないなみたいな感じになっちゃって、うんうん、で結局もう愛の不時着の話とかする人大嫌いなんですよね。そこに今不時着しますか？すいません。で、そうさっきね、翡翠さんがねめっちゃ生き生きと話してる様子をゆうゆうはものすごい軽蔑のまま話してる。違う、ごめんなさい。この人もやっぱりって。違いますね。で、なんだろう、これ結局人間のシステムみたいなのが結局まあ国に問わずどこも同じなんだなって思ったら、なんかどこに行っても孤独なんじゃないかっていう感覚がまあしてて、だからこうまあ日本出ても変わんないやみたいに思っちゃってたこともあるんですけど、でもまあ今はまあ紆余曲折を得て、まあ結局性別っていうものも割とちっぽけに感じられるようにはなってきて、でまあ、せっかく地球に来たなら楽しもうっていう風には慣れてるので、まあちょっとまだまだ居座れる限り、居座るっていうのもあれですけど、まあやりたいことがあって来てるわけだと思いますし、そういう心意気で生きてます。はい、旅にね行ってその観光旅行とか行ったら、はい、普段見られない景色を見に行くわけじゃないですか、観光ってね、はいはい、見慣れた景色だったら周り観光しようと思わないけど、はい、だからすごい、ね、自分は違うんだなとか人間じゃないっていう風な見方もね、はい、できるだろうけど、なんか面白いなとかって、うんうん、そうなんだここってみたいな、そういう感じ方ってあんまりしなかったですかね。旅に出た先で、うん、このやりづらさを感じた時にみんなと、ああそういうポジプラスな感じ、なんかそういう感覚っていうのはあんまりやっぱりならない。それは多分まあ一番ベストというかいいですよね、うん、こうなんだろう、本当ジャッジしてなくて、まあ、自分は自分でみんなみんなっていうふうに思えたらいいと思うんですけど、まあ当時はちょっと思えなくて、うんうんうん、やっぱりこう孤独になってしまったのがすごく辛くて、本当にもう本当5年生ぐらいまで結構楽しかったんですよ毎日、うん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 、もう友達も普通にいたし、でも本当にもう6年生ぐらいで突然孤独になっちゃって、うんうん、もう本当に正直泣きながら帰って出たりして成績も一気に下がっちゃってっていう、そのぐらいの、ね、年齢だとそこだよね。そうだったら、そう、まあ、余裕がなかった。その時はもう本当にもう、うん、扉蹴っ飛ばしたりとかしてたし、今あの時の自分に声をかけるならもう大丈夫だよって、うん、言ってあげたいなって、まあ、今辛いなと思ってるちっちゃい子とか、うん、まあ、ちっちゃくなくても大人でもまあ、やりづらさ感じてる人にももう大丈夫だよって声かけられるような感じになりたいなって思ってます。なるほどね、まあ、かけられるだろうね、そういう体験してきたらね、うん、そう、なんか、うん、まあ翡さんもだと思いますけど、うん、まあ、やっぱ自分が苦しかったこととかは、うんうん、やっぱ実体験があるから、うん、まあ、それを、まあ、生かしてという、うん、もうそれをなんだろう、伝えていくというか、うん、まあ、そう人に伝えて人を励ます方向で使い、結局生かしたいっていうのはやっぱり思いますよね。ゆうゆうがこの間ね動画を出したんだよね、うん、使い友達に対してって、私は告白しますって言って、うん、
そうそう、なんかねあれもすごいかっこいいなって思ったんだけど、自分をさらけ出せる、なかなかそれを出してるようで出せてないんだなってね、うん、すごい思ったの。ゆうゆうがそうやって自分をさらけ出してこうやって一緒に話して羊さんを嫌ってるんですかってこう言ったりとか、なんかそうやってこう思ってることだったり感じたことを言い合っていけたらみんないいなって思うのね。私傷ついてるとか、そんなつもりないのにさ、あそうだったのごめんごめんってこう言い合えるようになったら、ほんとこじこじじゃないけどオッケーオッケーって安心できる気がするんだけどね。開示してほしいよね、はい、シェア、キーワードはシェア。そう、ここで遠慮してね、愛の不時着が好きだっていいんだよ、うん、それはそれで、いやいや僕の本見ないで愛の不時着、あだなんか言っちゃいけないかなとか言っちゃうとまたそれも開きでさ、だって好きなんだ前の不時着とかさ、うんね、好きなのは今のところ僕だけですそう、わかんないよ、僕見てないからね、うん、見てない、見てないけど広めてるんですか広めてあ、それちょっと意義ありですかいやいやいや広めてるように見えたんですねもうなんかそのイメージしかもうない愛の不時着が好き、嫌い、愛の不時着は見たことがない、考えの違う、趣味思考の違う人間同士がどうやって分かり合っていくのか、宇宙人ゆうゆうが今回はゲストで、まだまだこの後お話が続いていきます。翡翠さんに嫌われてるんじゃないかと気にしているゆうゆうの気持ちをどう翡翠さんは受け止め開示してくれるんでしょうか。この続きはまた来週です。翡翠小太郎の名言ラジオセラピー、翡翠さんに聞いてみたいことリクエスト大募集しています。メールアドレスは翡翠小太郎@clovermedia.jp です。それじゃあ皆さんまた来週、バイバイ。このコーナーの提供は喜びの種まきプレシード、愛の折り箱や八坂がお送りしました。優しい魔法だね、素直に言えなかった、ありがとう、や愛してるを、今日は大切な人に伝えたい、言葉に変えて。素直に
切な人に伝えたい言葉に変えて伝えたい言葉に変えて